も教えてくださる先生をご紹介したいと思います。富津クオカスタジオの久保さんです。富津クオカスタジオで講師をしてます久保です。今回はレアチーズケーキの作り方を教えながら、蒸しケーキの基本知識も伝えていきたいと思います。想像以上に隣にいられるの緊張しますね。小さいんですよ、見逃さないです。怖っ。バターを溶かしました。雰囲気雰囲気に入れてもらって大丈夫。はい、ちょっと混ぜます。今回あれなんですね、型、はい、そこが抜けてる、まあ、セルクルと呼ばれる型ですね。それを使って、まあ、最後に固めた、レアチーズケーキを抜いていくので、そこがあるとどうしても抜きづらいので、今回はそこがないタイプを使っていきたいと思います。結構ギュッギュッとした感じで鳴らしました。クリームチーズ、今日主役ですね。主役です、はい、で今回クリームチーズ入る量も結構多いので、まあ、いろんなクリームチーズお店にも売ってますので、それを変えるだけでも味が結構変わります。生地のクリームチーズとかに変えてもらうと塩味があって大人っぽい味わいのレアチーズケーキに仕上げることができます。これは一気に入れたもう一気に入れた、はい。じゃあグラニュー糖混ぜました。レモン汁、はい、こんな感じですかね。割ともったりした感じになってます。じゃあ、これで生クリームを泡立てていくんですね。はい、パチコさん、はい、今回ちょっとお願いしたいことがありました。いつもだと最後に僕がまあこう違うものを用意しましたっていうシリーズがあると思うんですけども、はい、大好評シリーズですよ、はい、はい、そこもあるんですけども、今回は初子さん自身に生クリームを立ててないものと立てたものを使って、違いを検証していただきたいと思ってます。あえてこのままの状態で作るものと2つ準備するっていうことなんですね。そうですね。なるほど、はい、なので、液状のものと、6分立てで立てたものを用意していただきたいと思います。何分立てっていうかそもそも全然わからないんですけど、まあ、どれがどのぐらいどう違うんですか。はい、まあ、多分そこがね一番難しいところだと思いますので、今回はこちらを用意しました。今回は6分立て、7分立て、8分立てという形で3種類用意させてもらったので、ぜひ触ってね硬さちょっと確認してみましょうか。確かにこれもう見た目からしてこうなんですか、しっかり度合いっていうんですか、トロトロしてる感じがするなっていうのと、もうこっちはしっかりホイップな感じしますもんね。はい、じゃあまず6分から。これもなんかついてくるかなっていう感じはありますけど、全然なんかこう液体ゆるゆるっていう感じがします。はい、なので6分立てっていうのは、まあ、ホイッパーで取ろうと思ってもなかなか取れないぐらいの硬さで、よく、まあ、ムースとかババロアとかによく使われるような硬さです。ちょっととろみがついてるような感じですね。ですね、はい、じゃあ続いて7分。あ、触った感じでやっぱ分かりますね。ちょっとさっきよりはこうもったりしてる感じがすごいします。固形を持ってっていう感じがしますね。で、あともこっちに筋が残るので、こっちよりは確かに泡立ってるんだろうなっていう感じがすごい分かります。先ほど言ってもらったように、さっきはちょっとホイップされたような状態になってます。なので、まあ、ホイッパーで持とうと思えばある程度持てるぐらい、少し熱のが立つぐらいかなと思います。ケーキ、ロールケーキとかで、クリームを塗る際に使ったり、ショートケーキの周りにデコレーションする際に、このぐらいの柔らかさの生クリームを使います。じゃあ最後8分だけ、はい、もうこれ見るからにもうなんかホイップされてますよっていうのがもう見た目ですごい分かるんですけど、すごいもう泡が持てるところまで来るんですね。すごい、さっきとかだと、まあ、泡的についてくるとかっていうのはなんか残ってるなっていうぐらいはあったんですけど、もうしっかり泡が持てるところまで来るっていうのはここまで8分立てっていうので初めて感じた気がします。はい、こんな感じでこうしっかり泡が持てます。デコレーションケーキとかのクリームを絞る際にちゃんと干し口が一応出したいはこういうしっかりめのクリームを使ってデコレーションをやっていきます。なるほど、形がしっかり残る分そういったこうデコレーションとかにも使いやすいっていうことなんですね。なるほど、では、ここから生クリームの立て具合を踏まえて、レアチーズケーキを作っていっていただければと思います。で今日は、まあ、ムースケーキ、チーズケーキで最初にムースケーキについて学んでいくっていうことにおっしゃってたので、ここですか。そうですね、6分立てで。なるほど、じゃ今日はこの6分立てを目指してここでチーズケーキを作っていきたいと思います。これぐら
じですか、さっきの見た感じだと。ドッグだって、そうですね、持って垂らした時にちょっと筋が消えるぐらいの柔らかさで大丈夫です。傘が一目瞭然ですね。全然違うのがすごく分かりやすいと思います。泡の量だけでこんなに変わってしまう。そうですね、ムースケーキに入れることによって出来上がりのやっぱり大きさだったりとか、まあ軽さっていうのも変わりますので、ぜひね、後ほど試食の時に楽しみにしてください。以前もゼラチン使ったので覚えてると思います。ゼラチンはね、冷えてくると固まってきますので、なるべく手早く作業をしてあげてください。はい、なんだか説明されてるだけなのにプレッシャーを感じます。滑らかな感じになった気がします。はい、じゃあここに生クリームを入れていくんですね。はい、全体がね、馴染むぐらいで大丈夫です。はい、絶対止めてください、これ振りじゃないですか。大丈夫です、そのぐらいで大丈夫です。 OK です。じゃあこれで生地ができました。片面だけ使ってもらった方が絶対綺麗。両面使うとどっちもクリームがついちゃう。絶対めっちゃ綺麗。すごい、久保さんのおかげで一瞬で綺麗になりました。はい、じゃあこれを冷やし固めていきたいと思います。思った感触が重いっていうか、まあ、ふわふわ度合いは全然少ないですよね。不思議、同じものなのに、はい、重い。あ、やっぱり傘が全然違いますね。じゃあこれは全く泡立ててない、そしてこれも一緒に同じ形で冷やし固めていく感じですね、はい、泡立てて作った方ですね。めっちゃ美味しそうなんですけど、普通に、はい、そこからちょっと塩な感じで抜いてみましょう。お、抜けました。こっちも抜いてみました。こっちは泡立ててない方ですね。じゃあこれ早速試食をしてみたいと思います。まずね、出来上がりちょっとせっかく2つ作ったのでまずは比べてみたいんですけど、わかりますかね、こう高さ、泡立てた方高いのと断面の感じも違うのがわかると思います。じゃあまず泡立ててない方ですね。いただきます。すごいクリームチーズ感っていうのがすごい出てるんですけど、ちょっとね、比べてみないことにはちょっとわからないので、こっちもね、続いて食べてみたいと思います。どうしました。フォークを入れた感じでもう分かりますね。軽かったです。もうスッて入るのが、うん、軽い。いや本当に分かります。泡が入ってる分すごい食感が軽いので食べやすいというか、口の中に入れた時にすごい溶けるような感じというか、こうシュワシュワしてる感じがすごいします。あつこさん的にはどちらレアチーズケーキがお好みでしたか？悩む。日によります。今日は食べた方が好きです。でも多分これは日によるし、本当に人によっても全然好みが違うんだろうなって思います。まあ今回泡立てないで作った方に関してはギュッと濃厚な感じで、ムースケーキだったりレアチーズケーキ仕上げることができるので、チーズの味をね非常に感じたい、レアチーズケーキを作りたい方は、まあ、泡立てっていうのはもっと6分立てよりも手前で作っていただいても全然大丈夫です、うん。で、今回泡をねしっかり入れた方っていうのは非常に口溶けもいいので、食感ですね、食感を楽しみたい方はぜひねしっかりと泡立てて口溶けのいいレアチーズまたはムースケーキを作っていただければと思います。レアチーズケーキの口溶けは生クリームの泡立て方で決まる。今回はクリームチーズを使用してレアチーズケーキを作りましたが、例えば、チョコレートだったりとかピューレに置き換えてもらって作ることによってで、まあ、フルーティーなムースケーキだったりとかチョコレート味のムースケーキに仕上げることができますのでね、ぜひいろんなパターンを試してみていただければと思います。今回のレシピについても富津レシピの方に掲載しておりますので、ぜひ皆さんもですねこの日本のチーズケーキ作ってみてください。ハツコと料理をやってみよう。チャンネル登録よろしく。